青森市企業局交通部、青森市営バス東部営業所東部営業所、所属車両青森市営バス東部営業所は、青森県青森市大和柳屋座菊川にある、青森市営バスの営業所である。なお、本校では廃止された、小港出張所についても記載する。本線、編集本線は、西部営業所と共感。また西部営業所担当の一部便が、岩手県北バス委託。 朝虫線編集西部営業所と共管。また、西部担当の一部便が、岩手県北バス委託。以上、系統番号 C、C11、B1 以上、系統番号 C、C11、C11 系統番号、A1 平内町内への乗り入れが廃止される1994年改正までは、青森駅、小港営業所間が、帰還系統であった。 1980年代に入ると夜、越山森林公園経由の新設、観光物産館発着など、観光客の利用増加を狙ったが、運賃が並行する東北本線よりも高いこと、さらには重鉄バス、下北交通もほぼ同じ路線を走っているため、利用者は増加せず、過疎化によって利用者は減少の一途をたどった。そのため、 青森市内と平内町内の乗り入れを廃止するなどの再編を行い、現在の青森駅や浅虫温泉駅間を基幹とする系統となった。2007年まで JR バス東北と競合していた。2003年改正までは浅虫温泉駅発青森駅業最終便が国道経由本線を兼ねて県量前、古川経由として運行していたが、 同年4月改正で14往復から11往復に減便されるとともに廃止された。小柳線、編集系統番号は次の通り。青森駅発県立中央病院前駅会12、東部営業所前駅会10、東部営業所初青森、駅前駅 A1 県立中央病院前初青森、駅前駅 A1 系統番号は次の通り。青森駅発県立中央病院前駅会12、 東部営業所前駅会1東部営業所発青森、駅前駅 A1 県立中央病院前発青森、駅前駅 A1 富山団地線、編集以上、系統番号は次の通り。青森駅発、富山団地方面行き G21 東部、営業所技 C10 富山団地方面発青森、駅前駅 B1 東部営業所発、富山、団地方面行き G21 系統番号は次の通り。 青森駅発、富山団地方面行き A121、富山団地方面発、青森駅前行き B1 富山、団地北赤坂市民、建前富山中央公園前富山団地、中央通り月宮入口幸畑市民、建前幸畑小学校前、青森大学前幸畑団地横内、青森中央学院大学前妙見、城玉川、三道無通り、 伊東洋華道青森店中央高校前王の十文字、中央大橋柳町通り、県庁前古川新町一丁目青が前、青森駅前系統番号は次の通り。青森駅発富山団地方面行き得二21富山、団地方面発青森駅前駅 A12018 年10月29日2019年12月まで、実験運行として運行していたが、冬季ダイヤ改正より往路を、 平日2本、土日祝日1本、袋を平日土日祝日とも1本の運行体制で本格運行となる。富山団地北赤坂市民、建前富山中央公園前富山団地、中央通り月宮入口幸畑市民、建前幸畑小学校前、青森大学前幸畑団地横内、青森中央学院大学前妙見。 上玉川三和道中央店前引く三ロード。青森前から、道の区銀行本店前働く女性の家前。NTT 青森支店前市役所前。県庁前古川新町一丁目青葉前。青森駅前以上。系統番号は次の通り。青森駅発富山団地方面行き M21 富山。団地方面発青森駅前駅 A12019 年3月24日まで。 平日のみ運行していたが、柿ダイヤで、土日祝日で幸い畑団地から、観光通方面へ行く。最初の便は午前8時台までなかったため、2019年12月3日、冬季ダイヤより設定。青森駅古川 NTT 青森支店前から、包み橋合歩公園前から、民の星高校前引く南津久田、県立保健大学前引く、商業高校前へ。 青森駅発商業高校前駅 G22 商業、高校前発青森駅前駅 B1 さ山線。編集系統番号は次の通り。青森駅前発 G21 さ山発 B1、ガツミヤ霊園線、編集桑原線。編集以前の昭和大仏発着は折り返し、運行であったが、東部営業所の一点後は、東部営業所昭和大仏館を改装で送り込む。 航路が大半になっている。系統番号は、以下の通り青森駅前発 J20、昭和大仏方面発 B1 たもぎの線。編集系統番号は、以下の通り青森駅前発たもぎの方面1機 J24 たもぎの方面発青森駅前域 B 1機 B1、たもぎの発東部営業所行き c 重工畑団地線、編集西部営業所と共感。また、西部担当の一部便が、 岩手県北バス委託。青森駅新町二丁目堤橋松原三丁目青森高校前、筒井駅前中筒井幸い畑。青森大学前幸畑団地西口。幸畑団地2007年4月改正より、西武営業所発中筒井駅を延長し朝7時台に、西武営業所発幸畑団地駅あり。西武営業所一斉西田木古川市役所前。 つみ橋松原三丁目青森高校前、つ井い駅前中津津幸い畑、青森大学前幸畑団地西口、幸い畑団地袋、幸,畑団,袋幸畑団地幸畑中津津、つつい駅前青森高校前松原三丁目、つつみ橋新町二丁目青森駅青森駅、古川市役所前道の区銀行本店前、妙見横内幸畑団地西口、 幸い畑団地系統番号は以下の通り。中津津井経由 J32 発行田大橋経由、K32 口畑団地発青森駅駅 B1、中津津井経営工畑団地は、青森駅業の停留所位置を合わせるため、一旦幸い畑団地西口を経由した後、終点幸い畑団地となる。朝の数本は、東部営業所からの出庫し、 幸い場竹団地西口から旅客扱いをしていたが、平成21年4月ダイヤ改正より、幸い場竹団地西口から旅客扱いを取りやめ、幸い場竹団地始発になった。現在は大半は横内環状線に振り返られこのパターンは減少している。2007年、2008年度は中津追始発で松原通りを左折後、奥の2丁目。 自動車会議所道の区銀行本店前働く、女性の家前 NTT 青森支店前市、役所前古川新町一丁目、青森駅前という路線ルートを、朝7時半頃に幸いは竹団地西口発、朝8時半頃に幸いは竹団地発へそれぞれ、始発を変更して運行した。2017年に、夜時間帯に、八甲田大橋、 経由幸場畑団地域が設定された。経緯は観光通りを通るバスを夜の時間帯で1便増やすことができないかといった声があったものと思われる。なお、ねぶた期間においても臨時便で運行することもあるただし、幸場畑団地が終点なので、先、幸場畑団地東通り、青森大学前等は行かないので、八甲田大橋。 経由横内環状線と混同しないで確認すること。横内環状線、編集西部営業所と共感。また、西部担当の一部便が、岩手県北バス委託。八甲田大橋、経由青森駅前4番乗り場系統、K32 中津追、経由青森駅前乗り場系統、J32 市民病院線。編集詳細は、共感先である西部営業所を参照のこと。 富山地線、編集詳細は、共感先である西部営業所を参照のこと。県土整備事務所線、編集西部営業所と、共感以前は、土日宿運休の1日1往復であったが、1998年の学校教育センター移転に伴い1日3往復に増発。2003年に6.5往復に増発されたが、これは利用者が大谷大森駅帯上玉川間の、 利便性向上のためと思われる。系統番号は、以下の通り。青森駅前発計33学校、教育センター前発営1浜田巡環線、編集西部営業所と共管。また、西部担当の一部便が、岩手県北バス委託。八甲田大橋経由系統計 35A1。 青森駅前乗り場南朝日町経由系統 M35B1 青森駅前乗り場一部の便を除いてワンステップバスとノンステップバスが使用される南高校線編集詳細は共管先である西部営業所を参照のこと青森公立大学線編集南朝日町経由は西部営業所と共管流通団地線編集西部営業所と共管南朝日町経由 青森駅古川南旭町高だ。中学校通り用の10文字荒川10文字上の10文字。流通団地南部工業団地かつては、中津水経由を中心に発着が多かったが、2010年4月ダイヤ改正を、境に大半が横内環状線に振り返られ、2014年現在、発着本数が5から7便に激減した。また、東部営業所発南津区 民の星高校経由流通団事業もあったが、2019年12月、冬季ダイヤ改正より、工業高校前始発が設定された。青森駅、工業高校前発明の星経由、G38 中津水経由、J38 八甲田大橋経由、K38 朝日町通り経由、M38 青森駅、工業高校前高八甲田大橋経由、 A1 中津水経由、B1 工業高校前、東部営業所前行、c 十の儀線、編集発行だる園線、編集臨時運行路線の儀は団地線、編集詳細は、共感先である西部営業所を参照のこと。新四線、編集詳細は、共感先である西部営業所を参照のこと。つくしが、岡病院線、編集詳細は、 共感先である西部営業所を参照のこと。三内霊園線、編集詳細は、共感先である西部営業所を参照のこと。三内丸山遺跡線、編集詳細は、共感先である西部営業所を参照のこと。細越線、編集詳細は、共感先である西部営業所を参照のこと。波間、中央循環線、編集月の木立て線、編集系統番号。 C13A1981 年のダイヤでは、津橋、筒井通り経由のほか、津橋、桜川橋経由、市民病院、桜川橋経由があった。放棄状態からの一方向への運行で、スカイオン線業は、夕方の数便のみであった。中、筒井線は、青森県青森市中心部と、筒井地区を結ぶ青森市 A バスの路線であった。 津水方面線は、基本的に、新町経由であるが、桜川団地線とともに、国道経由であった。本線と並ぶ歴史を持つ路線であった。運行経路、編集遠隔、編集かつで JR バス、東北青森支店と共同運行していた。詳細は、青森空港線を参照のこと。西バイパス、新殿循環線、編集青森西バイパスに、 亀谷南チェーンが展開するハイパーモール、ジョイシティオープンに伴い開設された。運行開始当初は、両経路とも、日中1時間に1本体制であった。後に、起点場所が、青森駅前から、八甲田丸に変更されたが、これは、青森駅前の市営バス待機場が不足したための、処置と思われ、八甲田丸近くの駐車場を整備して、浜田巡環線と共に使用していた。 そのため、発甲溜まる青森駅間の乗客は皆無に等しいものであった。後に、青森駅前休憩所が整備されたため、発甲溜まる発着は廃止され、再度青森駅発着となっている。その後、広南バスに運行業務を委託することになったが、当路線は西部営業所所管であり、他の委託路線は東部営業所所管であった。 東北新幹線新青森駅開業に伴う路線再編により2010年12月3日の運行をもって廃止されたが2010年12月4日から2014年7月31日までは青森駅新町2丁目県庁前引く古川石江三吉間については青森シャトルでルートバスねぶたん号左回りコースが同じルートを走行していた滝沢線 編集青森市中心部と青森市東部の宮田、滝沢地区を結ぶ路線である。前述の通り過去には、八田線と合わせて、東岳線と呼ばれていた。運行末期は、小型車両で運行されていた。広南バス委託開始当初は大型、小型車両が使われており、直営時代は、他路線との共通運用で、大型、中型車両が使用されていた。矢田線、編集かつては、 滝沢線とともに、東岳線と名乗っていたが、東バイパス線、後ろ八千線との統合に伴い、従来の柳橋経由から東バイパス経由と、原別経由となり、路線名も独立して、八田線となった。統合してできた路線のため運行本数も多かったが、東部営業所移転に伴い本線に編入され、現在では一日数本程度となっている。 1980年代後半から2001年までは、八田港に限り観光物産館発着であった。これは、青森駅前待機場が不足したための処置であったが、青森駅前休憩所が整備されたことにより、後年は青森駅前発着となった。同様の処置は、浅虫線、滝沢線、月の木立線でも行われていた。八た、滝沢線、編集以前は、 八田線が十五往復、滝沢線が九往復運行されていたが、東部営業所の移転により、運行系統を見直し、八田線の大半を東部営業所発着、滝沢線を減便にしたことに伴い、八田地区の住民の利便性を図るために開設された。しかしながら利用者が少ない地域であること、東部営業所で乗り換えを余儀なくされること、利用者のほとんどが福祉乗車証を使用していることから、 運賃収入はほとんどなく、青森市営バスの収支アースト1にまで陥った。そのため、運行本数を半減し、広南バスに運行業務を委託することで、収支改善を図っていた。その後、青森駅発着となった。青森市の路線バス再編計画に基づき、2012年9月30日をもって運行を休止された。波岡線。 編集青森空港経由、編集大社課経由と同様、2005年に浪岡町が青森市に合併することから、市中心部と浪岡地区の住民移動の利便性を確保するため復活した。青森空港経由の浪岡町内部分においては、広南バスの停留所が廃止されて、以降、路線バス空白地域となっていた地域であり、合併により、路線バスが復活した。 青森市内は既存の路線を縫い合わせるような形で運行しているため、区間によっては既存路線より遠回りとなっており、運賃が若干高くなっていた。大社迦経由、編集1988年に浪岡町内への乗り入れは廃止されたが、2005年に浪岡町が青森市に合併することから、市中心部と浪岡地区の住民移動の利便性を、 確保するため復活した。大社化経由は、広南バスと完全に競合するほか、既存路線の新市路線、孫内線とも一部区間において並行する。運行管理業務は、広南バスに委託している。店舗給油等は、広南バスのリアイブは青森分室で全て行うため、広南バス青森営業所、波岡駅間などといった青森市営バスでは、 異例の長距離回送運行があり、決して効率の良い運用とは言えない。道路線には青森県内で初めてノンステップバス2台、その他の便にはワンステップバスが専用車として導入されたが、現在は小型、中型のワンステップバスで運行されている。営業所庁舎には東部営業所事務室、定期券販売所、青森市交通部事務所がある。 営業所庁舎1階営業所事務室の一角にある。東部営業所、小港出張所は、東津軽郡平内町大和沼立あざか岩142番地にあった営業所である。現在は、下北交通、小港出張所となっている。小港線、編集詳細は、共感していた、西部営業所を、参照東田沢、東抱青森線、編集、重浦、 稲尾線、編集詳細は、平内町民バス稲尾線を参照。汚し山環状線、編集詳細は、平内町民バス汚し山環状線を参照同時、松野木線、編集詳細は、平内町民バス、同時、松野木線を参照青森市交通部、市営バス60年の歩み。ただし、前景書ではこの路線開設による新設区間が関としているが、 これについては、1968、昭和43年7月21日に、運行開始した、松森経由東青森駅線、昭和43年8月1日発行、広報青森の経路の一部となっていたため、誤りであると考えられる。青森市営バスの昭和53、1978年6月1日改正時刻表でも、 この項目の冒頭で掲げた経路の通りである。なお、当時、文化会館前停留所は、橋本小学校前という名称であった。1979年の時刻表では、路線名が、南筑田線となっている。いずれも、松森経由であったとみられる。なお、青森市政治編書斎の青森、市営バス路線図によると、富山線は、浜立経由、駒込線は、 ア松森で分岐している。平成25年10月1日から一部の路線について市営バスに代わり社会実験バスが運行します。青森市営バスホームページ並岡線バスの社会実験運行が始まります青森市営バスホームページ。ありがとうございます。